飛んで炒めたちを私がビヨンと。おるるるるる。ママちゃん残られるよ。最後十六痛いやつ本当よ。何に何に入っとかんと次の年の間やめてくれー。もうマスターが勝ったらあれか、もう永久にしてるのか、うん、ママちゃんできたよ、牛タン。これもそっか人もそうじゃん。今日はばあちゃん病院に連れて行ってからもう歌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 う仕方ないよ、年寄りはみんなそう。2人で2万9千円。死ぬほど寒かったけどね。やろうな。釣り始めて1時間ぐらいでも嫌なってやめたよ。あそこ築地。けど寒かったことない。昨日も寒かったけど、土曜日で一番寒かったよ。本当そうよ。で、あれ、あとが出終わってね。あれから行けない。餌まだだいぶ残ってる。半分以上。うん、前は一人でちょっといて、7時ぐらいから釣り始めて、晩のかな、だから釣れるのは釣れるけど、やっぱ大物は釣れるのよ。だけど土曜日は水があの泥色になったけん、それであれやないかね、あの大きなのが
うん、それがね、またね、やるよりはこうやっていつものところで、うん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 、違う人もおるわけよ、何人か、うん、日曜日やけん、うん、やるよったら、高校生くらいのあったらが2人おって、自転車で、うんうんうん、で、その頃はもう、その頃はルアーでしょって、うんうんうん、で、とかとか来て、こちらに何か釣れますか、いつも味が釣れる相手の話してたら、うん、そこはあの養殖業者の人なんて全部ですけど言い出して、うん、お前は何だろう、ね、え僕ら業者の子供やって言うんですけど、うん、そうか、ね、カチンと来たけど、うん、まあ、そんなら一番あったら怒られたら帰らないって言ったら、うん、わけわからんやつだ、うん、いや、行けんのいたら、行けんで怒られたら帰るけどな。まあ、でも、あそこで一応とか今まで言われたら絶対もないな。それで、あの、業界の人間の一人ですよ。まあ、車を置いたら邪魔すぎたら邪魔やな、うん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 、その仕事中はな。うん、そもそも、お前、どういう考えたの？これらが行けんで、お前らが言うわけないやないかの話やろ、うん、な。ええ大人やね、高校生ぐらいだと分かれる話よ、うん、お前のとこ何人もなったら業界人間知り合いが多いって聞いてやないよ。福島大統、まあ、福島の業界長は俺の同級生やから、ね、外して広島、あの広島のハチ知っとるか、お前ら行っちゃったわけ、うん、あ、でも自転車で来てるけん、うん、お前福島か、福島の人間じゃねえわよ、高校生やけんな、なんか広島、広沢か、この前もここなってたよね、ほっぺたが。あれはね、何人も。あこがね、うん、弱いなの肌。うん。背中。お、あとまゆさんとこと、あゆじんさん、食べてください。はい。はい、これなんか赤身で美味しそうなかったけど、ね、ん、赤身で美味しそうなかったけど、ね、赤身が好きやんけ。どこどこですか？これは富士、うん、北富士の方も行かんてんね。北富士、北富士、違う、あれなんや、まるちゃん、並ばない時間かかるやん。何、北富士行ったら何が駐車場から遠いし、うん、レジもずっと並ばないけんや、多い時はな、うん、うん、ラーメン美味しかったね。ん？ラーメン美味しかった。おつゆも美味しかった。もう、マイさんもあるよ。マイさん、沼の？グー、その、グー。ピンク診断がある。また。飲んだらね、また。感情がいっぱいです。今週は、うんうん、木曜日。木曜日か、1時間ぐらいは。だから飲まんの。1時間ぐらいやめとかない、金融って。そう、そう。寝られるの。私、後ろも痛かる。だけど、うちの姉ちゃん見てたけど、大体健康診断で引っかかれたら相当いけんけんなって言うて。
行ってみか、うん、最初からなんて塩ライスとかやったけど、うんうん、その前の日まで飲んで食うって塩したら、大丈夫だったら普段通りのやっぱ自分を見せんかったら意味ないことになる。いや、やっぱあれよ、この日だけでも1ヶ月間ぐらい飲まくらっておらん。これは何どこの部位なんやろ、マヤンタニーヤガイスマニハポンタマエンガビビサヤゴビサヤマヤンタニーヨ焼肉焼肉ビサヤゴビサヤゴまだねだったらいけんじゃん、こういう危ないの。